第78回国民スポーツ大会は2024年に佐賀県で開催を予定する国民スポーツ大会である。本大会の愛称はSAGA2024。なお、冬季大会の開催形及び愛称は2020年、現在未定。佐賀県での開催は1976年の若、楠国体以来47年ぶりで、前回の国体や2007年の2007青春、佐賀総体で使用された佐賀県総合運動場をメイン会場に開催される予定。なお、国民スポーツ大会の開催に向けて、佐賀県総合運動場を隣接する佐賀県総合体育館と合わせて、佐賀サンライズパークとして、主会場として整備することが決まっており、新たに屋内競技場、佐賀アリーナが建設されることが明らかになっている。本大会より国民体育大会から国民スポーツ大会に名称の変更が実施される予定である。2020年1月15日に愛称にSAGA2023メインメッセージに新しい大会へ、すべての人にスポーツの力を発表した。2020年の新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて、同年鹿児島県で開催予定だった第75回国民体育大会が延期されたことを受け調整が行われた結果、鹿児島県での国体は2023年に延期され、本大会は1年順送りされ2024年の開催予定となった。2020年10月1日、国体の2024年開催が決定したことを受けて、愛称をSAGA2024に変更することを明らかにした。ありがとうございます。